眼科の平松です。今日は目のためにおすすめなデバイスについてお話します。それは何かっていうとこれです。アイマスクになりますね。目のためにアイマスク、どういうことって思うかもしれないですけど、目っていうのは絶えず光を浴びていて、それが刺激になって物を見ているっていうわけです。確かにそれは大切だし、物を見るのはいいことです。ただし寝ている時物を見る必要はないわけですよね。そして現代の生活というのは光にあふれてしまっているわけです。例えば、すごく田舎に行ったりとか、そうすると、なかなか光や、もちろん星がね輝いてはいるけれども、いわゆる電気だとか、そういうのないんですよ。例えば僕の部屋も寝るときって結構光ってるんですよね。エアコンのなんかこうライトがチカチカしていたりだとか、はたまた Wi-Fi の電気の方がチカチカしてたりだとか、はたまた、いわゆるこう電気のマルチタップってわかります？こういくつか電源さすやつ、あれがちょっとチカチカしてたりだとか、意外とね寝てるのに光があるんですよ。できる限り光を避けて寝た方が目にとってはいいんです。なんでかというと、いくら目をつぶっても光っていうのはある程度入ってしまうし、感じてしまうもんなんです。あなたもちょっとやってみてほしいんです。軽く、今きっと電気ついてますよね。電気ついてる状態で目をつぶってみてください。その状態で手をかざすと、なんかちょっと暗いなっていうのをちょっと感じると思います。こんな感じで、実際は目をつぶってても完全に光を遮断できているわけではないんです。だからこそ無駄に光が入ってしまって夜の睡眠が良くない、はたまた光による目の刺激を与えてしまう、これは非常にわずかですけれどもね、っていうような影響を考えられるわけです。だからこそ夜寝てる時にはなるべく光を遮断してくださいということで、今まで言っていたのは遮光のカーテンっていうのはいいですよってお話をしていました。ただ遮光のカーテンっていうのもちょっと隙間から光入ったりするわけですよね。だからそれも考えると、やっぱりアイマスクっていうのはおすすめです。もちろん、こうやって、ちゃんとしたのを買わなくても、比較的安い100均的なところで売ってるのもあります。これはねアマゾンとかで、1000円ぐらい確かしちゃったのかな、いいやつ買ったわけなんです。繊維の遮断とかで、別にこれが特別おすすめってやつじゃないんですけども、こういうものがありますと。よくホットアイマスクがあるからそれはどうなのって言って、目の温めるホットアイマスクね、こんな感じのありますね。これしたまま寝るのはいいのっていうと、別にそれでも構わないけれども、これだと結局光通しちゃうんですよね。っていうことと、僕もこれつけて寝たことあるんですけど、これ寝てる間にねこれがねブツッと切れちゃって、僕の寝相が悪いだけかもしれない。だからごめんなさい、あなたは寝相が良ければ、大丈夫かもしれないけど、寝相悪いとか、僕ぐらいの寝相、わかんないかもしれないけど、の人の場合は、ちょっとこれ切れちゃったりして、寝てる間に結局これが外れちゃうってことがあるので、ちょっとそれはやってる意味なくなっちゃうってことがありますね。じゃあ、これしてれば絶対に外れないかっていうと、これしてても、外れちゃうんですよ。で、それしょうがないです。なので、できる範囲で、遮断して寝ていればっていうふうに思っていますね。こういうアイマスクを紹介すると言われることは、でも、こういう物理的に重みがあるものを目のところにしたら目に圧力がかかって良くないんじゃないですかって言われます。確かに目にしっかりとした圧力を上げることは良くないことです。それは、緑内障で特に言われることですね。眼圧、目の硬さが高くなってしまうと、それによって、目の神経がダメージを受けてしまうからです。ただ、今回紹介しているようなアイマスクとかは、こんな感じで、ちょっとわかりますかね、目にくぼみがついている、ちょっとわかりにくいかな、こんな感じですね。なので目の周りだけ、圧迫するけれども、圧迫しないぐらいこうで、ね、緩くつけてください。しっかりつけたくなっちゃうんだけども、ちょっと緩くして外れてもいいやぐらいでつけるのがおすすめです。でできれば、上向きとかじゃなくて横向きとかに寝ていただけると、さらに圧はかかりにくくなりますんで、それもさらにおすすめになってくるわけですね。もちろん、左目の視野が悪いとき左を下にするとより進行しやすいとか、それも他の動画で紹介しているので、ちょっとそれも見ていただければと思いますが、ちょっとそこは気をつけていただければと思いますが、光をなるべく遮断してあげる、そしてあんまり圧をかけないような、
アイマスクっていうのを選択していただけるんだったらあまり問題はないかと思います。もちろんこれを正確に統計学上問題ないかっていうデータはないんです、ないんですけど、まあアイマスクをしててすごく悪くなったっていう患者さんの経験がないですし、かつ睡眠を取れるということのメリットね、しっかりと睡眠の質が良くなるというメリットを考えると、この圧がかかんだかかかんないんだか分かんないようなことを考えると、まあ、メリットの方が高いかなっていうふうに思っていただけるといいと思います。ですから寝るとき光を遮断するっていうのはもちろんね、電気を消すとか、豆電球つけないとか、間接照明にするっていうのは今までもお話してました。そして遮光の、カーテンにする、まあ、これも大切なことですね。さらにはこういうアイマスクを使っていただくのがいいです。これは夜寝るときだけの話ではないです。お昼寝したいなって時あるじゃないですか。その時やってはいけないこととしては、机に突っ伏して寝ること、これはさすがに、目に圧をかけてしまうのでよろしくない。なのでこういうアイマスクをして椅子にこうだらんとしたりだとか、まあ、横になれればベストですけど、まあ、そんな感じで寝ていただけると、まあ、光も遮断できて、まあ、しっかりと睡眠を取れるので、まあ、もちろんその分寝ちゃうんで起きれないって人もいるかもしれないんですけど、20分とか30分以上寝ちゃうと結構深く睡眠になりますけど、まあ、それ未満だとそんなに深くならないので、パワーナップとかって言って、力が出るお昼寝って意味なんですけども、非常にこう効果的とよく言われているので、ぜひぜひ取り入れていただけるといいかなというふうに思います。じゃあ睡眠時間はどのぐらいがいいのっていうと、時間以上寝すぎ、4時間未満は少なすぎになります、まあ、よく言うのは6時間から9時間ぐらいが適当ではないかっていうふうに言われてますね。とりわけ日本人というのは睡眠時間が短い傾向にあります。日本人は緑内障の、発症率も高いことを考えると、この睡眠時間が少ないというのはかなり大きく影響すると考えてくださって結構です。なので、まあ、ぜひ睡眠は、まあ、どうしても仕事で忙しいとかあると思います。僕も、まあ、そういう時はゼロではないです。なんですけども、まあ、できる限りその分、まあ、他の日で、睡眠取るとか、そういうふうに、まあ、注意して、まあ、睡眠取ろうと、まあ、ついついダラ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 しないで、そういう時間を取っていただくっていうふうにしていただけるといいと思います。もちろん睡眠する30分前っていうのはモニターを見すぎないようにしてください、まあ、例えば私の動画とかも一個一個チェックするんじゃなくて再生リストっていうのがあるんですね。例えば緑内障再生リストとか、まあ、目にいい食事再生リストっていうのがあるので、それを押して目つぶってるとそのままダーって流れてくれるんで、いちいちクリックしなくていいんですよ、まあ、そういうね、僕の再生リストじゃなくて他の人でもいいので、あの聞いたりして楽しんだりとか理解したりとか、まあ、そういう風にしていただいた方が目にとってはいいので、まあ、ぜひ再生リストっていうのもいろいろ活用していただけるとより良いと思います、まあ、睡眠っていうのはね、毎日するものですし、そしてそれが足りないと体調悪くなるのは誰もが分かることです。ただちょっとだけ足りないっていうのが積み重なってしまうとなかなかその不調が感じにくいです。睡眠時間が取れない場合はせめて、まあ、こういうふうな道具を使ったりだとかして、普段の生活睡眠を良くするように注意していただければと思います、まあ、こんな感じでいろんな情報を話してますし、再生リスト、さっき言ったね、再生リスト、例えば緑内障の再生リストとか目に食事の再生リストっていうのもありますんで、まあ、そういうのも見ていただければと思います。よろしくお願いします。